はい、こんばんは、親父です。今日はね、お仕事で一時に比べて今日は最高気温が32度ってことで、いく分過ごしやすいかななんて思ってたんですけども、湿度が高くてね、思った以上に大汗かいちゃって疲れました。で、今日まあ仕事、定時までやってきまして、でお買い物行って帰ってきました。本当はね、ちょっとドラッグストアだけ行って喉がすごい渇いたんで、これ買ってきたんですね。ドクターペッパー、私の大好きなジュースでベスト3に入るだろうドクターペッパー。もうだいぶないんですけど、ごっきゅんごっきゅんいっちゃったんで。うまい。本当ドクターペッパーうまいね。ちっちゃい頃から大好き。で、まあちょっと飲んじゃったんですけども、で、まあコンビニだけ売ってね、ちょっとコロッケ系食べたいから、コンビニだけ行っても仕事も疲れたし帰ろうと思ったんですけど、ちょっとね、スーパー行っちゃおうかなと思っちゃったのがいけなくて、今日は仕事の日だったんですけど、ちょっとお金使いすぎちゃいました。まずはね、こちらですね。ミックスベジタブル。先日買った、なんかね、カレーピラフみたいなやつの炊き込みご飯があるんですけど、それを作るのに、まあ、こういうのがあった方が彩りもいいってことで前から買おうと思ってたんですけど、180円ぐらいかな、税込みで味の素さんの買ってきました。それでこれね、まあ、これ最後で買ったんですけど、セブンイレブンさんのね、ワッフルコーンストロベリー&バニラ。はい、この間ね、金のワッフルコーン買って、ワッフルはすごい美味しかったんですけども、その後ね、私がいつも見てる動画を見たら、こちらのね、ストロベリー&バニラ食べてまして、とても美味しそうだったんで購入してきました。はい、で続いてがこちらですね。今ちょっとドクターペッパー飲んだんですけど、まあ三ツ矢サイダーちょっと久しぶりに飲みたいなって前から思ってて。で、今日500が85円ぐらいだったんで、よし、じゃあ三ツ矢サイダーも買っちゃおうなんて買ったら、こちらの 1.5 リットルが94円、税込み101円か102円かそのぐらいだったんで、まあじゃあこっちの方がお得だろうということで買っちゃいました。で続いてがね、こちら、ちょっとこれはね、やっちゃった感あるんですけども、大分県産のブリ刺身、美味しいんですね、大分県産のブリ。そちらのね、豊後っていうのかな、これは火入れないとダメなやつなんですけど、まあブリテリだとかね、そういうのを作るようなんですけども、まあわかるかな、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、この美味しそうな身が見えるかな、綺麗な。これだからね、まあブリテリって今言ったんですけど、塩でもいいかなと思ってね、美味しそうでしょ。で、こちらがまあ半額201円だったんで、でもね、ほら、定価じゃないや、100g あたり298円だから結構高価ですよね。これ買いました。今日は食べません。で、続きましてがいつものネスカフェです。これはまあ多くは語りません。そしてね、ちょっとお菓子食べたいなと思って、久しぶりのね、どんどん焼き。そしてもう一個ね、ポテトフライ。で、これに買ってちょっと思ったんですけど、あ、すいません。今度ね、イオンかなんか行って駄菓子屋さんがあるんで、私の思い出の駄菓子をちょっと買ってきて、でそれを動画で撮って紹介しようかなってちょっと思っています。それで続いてがね、私の大好きなマカロニサラダ。はい、30% 引きで69円でしたね。最近ちょっと買ってなかったんですけど、久しぶりに買ってみました。そして続いてがこちら、骨まで食べられる柔らかい、柔らかい骨煮つけサンマ。はい、こちらが半額で149円だったんで買ってきました。前回ね、おにぎり動画で食べたマイワシ、骨まで食べられるマイワシ、これがねすごい美味しかったんですね。で今回このサンマの方が半額だったんで、ちょっとお試しでね買ってみました。はい、で続いてがこちらはね、30% 引きだったんですけど、花丸木さんかな、よりどりの減塩お味噌汁。はい、こちらが税込みじゃないわ、30%で173円で、
12色入ってるってことで、長ネギ3色、油揚げ3色、わかめ3色、豆腐3色とね、4種類の具材が楽しめるってことで買ってきました。実際ね、一人暮らしだと、あの、おき味噌、余っちゃうってちょっとあれなんですけど、後半ね、無理くり使ったりとかそういうことも多いんで、実際一人暮らしだとね、こういう系のお味噌汁買うのが一番無難ですよね。無駄につかまなかったりとか悪くしなかったりとかっていう意味では一人暮らしはこれぐらいがいいと思います。でまあ本当にね、美味しいそういうお味噌汁飲めたければ、まあ実家に帰るなり定食屋さんとかね、ご飯屋さんあるんで、そちらの方でもね、しっかり出汁を取った美味しいお味噌汁っていうのを飲めるんで、ちょっとね、スープものが欲しい時なんかね、これでちょっといいかななんて思ってね、今回安い時に買うんですけども買ってきました。で続いてがこちらですね、コロッケ、昔ながらのコロッケですね、税込み95円。これ昔ね70円ぐらいだったんですよね、何年か前は。でどんどんちょっとね値段が上がっちゃって今95円です。基本的には中ね、じゃがいもオンリーぐらいな感じで、お芋の甘さが引き立つねコロッケなんで、ちょっとそう考えるとお値段高めなんですけども、でも結構美味しいんで、普段はね半額とかそういう時に買っとくんですけど、今回ちょっと久しぶりにコロッケ食べたかったんで買ってきました。ですね、最後がこちら、この間ねもち米買ったんですけど、お米買ってきました、2kg、30% 896円、定価が1400円近かったのかな、 2kg なんでね。 5kg だと割合でいけばもうちょっと安いんですけど、まあこのぐらいでちょうどいいかなと思って、新之助以前も買ったことあって、まあそれなりに美味しかったんでね買ってきました。それなりっていうかもう美味しかったけどね。これはどこだったかな、新潟のお米ですね。新潟もお米美味しいです。新潟もっていうと失礼になっちゃうかな、新潟のお米は美味しいです。ってことでね、以上買ってきました。今日はねちょっと焼きそばをね作んないといけないんで、まあそういうの作りながらちょっとコロッケ食べて、マカロニサラダ食べてとかって感じなんで、動画撮る予定はないですね今回は。またブリ焼いたりとかなんかしたらちょっと動画撮ろうかなと思っております。それではね、ご視聴の方ありがとうございました。これからご飯作って晩ご飯食べたいと思います。それではまた、バイバイ、ありがとう。